豊島区では子どもたちに区内で数少ない森の自然を楽しんでもらうイベント、目白の森で遊ぼうが開かれました。これは豊島みどりの会が毎年実施しているもので、今年で5回目です。今日は区内に住む6組の親子が参加。公園内にあるクヌギ、クスノキなど20種類の葉っぱのシルエットをもとに本物を探し出すゲームなどに挑戦しました。なんか葉っぱがギザギザとかなんか丸くなってるところあってなんか面白かった。すごい涼しくてのいいかなって。また探し出した葉っぱでしおりを作ったりどんぐりを使った袋作りなども行われました。すごい、都会にあんまりこういう風に木が生えているところってそんなにここら辺に住んでたら行く機会がないので、すごい子供にとってはいい経験だなと思います。イベントを主催する豊島みどりの会は環境に関心のある区民120人で作る団体で、普段は公園の樹木への名札付けや福祉施設などの花壇の手入れなどの活動をしています。子どもたちにまず緑を親しんでもらうというか、私たちも一緒になって子どもたちと一緒に、より一層緑に対して関心を深めていきたいと。会では今月末にも野鳥や樹木などに親しむ自然観察会を計画しているということです。